ドジャースの大谷翔平がまた、ロバーツ監督の記録を抜こうしている。5月には今季8号アーチを放ち、ドジャースの日本生まれの本塁打記録を保持していたロバーツ監督を抜いた。その時に、大谷は監督にポルシェのミニカーを渡して話題になった。今度は、メジャー通算243盗塁をマークしたスピードスターの監督が持つ5試合連続盗塁が目前だ。 大谷は10日のフィリーズ戦で4試合連続盗塁をマークした。11日の試合前に、この記録について問われたロバーツ監督は、ハガん一生。また、俺の記録をやろうとしているね。あと2日で超えられることを願うよと話した。さらに、米の番記者が監督の選手時代の領域に近づいてきた。 とと聞くと俺のレベルに近づいてきたねと冗談に冗談でかぶせて、監督の囲み取材は終わった。敵地でのフィリーズ3連戦の最終戦。スイープだけは避けたい中、試合前、束の間の和やかな時間だった。